戦艦は、アメリカにとっては重い意味があるのかもしれない。最初、それ、はカタログスペックに対して不足があって。ただその後、回収に回収を続け、その、理想、を現実に変えたわけだ。単なる虚栄かプライドでしかないものが、誇りに。なんというか、アイオワは、最強なんだよ。アメリカの誇りである、その、理由。アメリカは、どうあるべきなのか？忘れつつある、何か、はある？最強。それは、重要ではない。要求を満たすことに対する執着というか、不足があるなら埋まるまで続ける意識というか、それこそがアメリカの魂であり開拓者精神、というべきなのか。人気ある低俗者の中に、何かの真理があるというのも、皮肉的な。カンコレの、アイオワ、は、どうも原初から不安定感、があったが。今は、何ら違和感のない、様。